じゃあ、今日はですね、J1 フラッシュブルーをついに塗っていく時が来ました。完全なる禁止の有機溶剤。当時僕が中学1年生の頃に卓球を始めて、初めて使ったブルーがこちらになります。本当に当時初めて使ったのがこれです。全く同じものです。で、これを今日は今こちらに用意してあるスレバー、まあ代表的に塗られていたラバーがアモンドとアモンドプロアルファ、そしてこのスレバーです。実際に塗っていきたいなと思いまして、ちょっと匂いがね結構きついんで、今日はマスクをしてスレーバーに塗っていって、今のディグニックスとかねテナジーとかと比べたらどうなるのか、まあ当時のプロ選手たちがみんな使ってたものですから、ワンチャンこれに塗っていったら今のテナジーとかディグニックスに匹敵するラバーになるんじゃないかと。当時2500円とかそれぐらいのラバー、それ塗ったら最強のラバーになるんじゃないかという検証をやっていきたいと思いますので、ぜひ見てください。では塗っていきたいと思います。日本半端で相変わらず。ちなみに入ってる中身こんな感じです。こいつ自体が接着剤なんで、ラバーとかけて塗るだけ。この感じ、いやどうなるか楽しみですね。懐かしいこの感じ。1回じゃないです、塗ってこれで 塗りたくってカリバリってものをするんですよ。カリバリ、こいつをパッケージのツルツルのところですね、パッケージのこのツルツルのところにいっぱい塗っていきます。ということで、これで一回カリバリというものの感じで、ね、学校の教室の中でこれ塗ってました。カリバリしていきます。反りが早い、反りがこんな早かったんだ、反るの。補助剤とか気じゃないです。塗ったら反ってくるやばい。ということで、ちょっとこれで時間を少し置いていきたいと思います。ということで、今一回カリバリが終わったんですけど、見てください、一回カリバリが終わっただけでこれですよ。ので突っ張らなくないですかね。カリバリをもう一回していきます。これを試合会場とかでやってましたからね、当時は。これで一回持ってきます。やばいやばいやばいやばれない状態で、ここでちょっと放置したり、ついにバリバリしたものを剥がすときが来ました。ラバーが下手したらパッケージよりでかい。うわぁ、うわぁ、やばいやばい。これはやばい。どうすかこれ。これやばいでしょ。なんだこれ。これ貼れんのか。やばいこれ。ということで、これをラケット貼っていきたいと思います。これにもう一回塗っていきます。塗れない。剃りすぎて濡れない。果たしてディグニックスとかはテナジーに匹敵するのかどうか、すごい楽しみですね。すいません、これを貼っていきましょう。貼れんのかな。貼れた、貼れました。ということで、これを今からいっていきたいと思います。伸びすぎ、えげつない、鬼反りでございます。てか粘着力めっちゃ強いですね。こんなぴったり貼れるんだってぐらい貼れるんです。てか伸びすぎ、えげつない、本当にやばい。てかシートがもう本当に生き生きしてる。よし、さて、やばいっす、やばいっす、これグニグニラバーが、これ打ったらどうなるのっていうレベルでグニグニっす。これじゃあね、ちょっと打ってみたらどうなるのかっていうのを検証していきたいと思います。やべえ。はい、皆さんお待たせいたしました。わかるかな、この感じ。めっちゃ反ってるっしょ。